プロ野球監督の畜生発言で打線組んだ。打順はこちら。ここから一致による解説。1番レフト、猿でもタバコを吸うんかいな。金田正康、タバコを吸っていた権藤正敏に対して。2番ショート、あいつやっぱり八百長やってるんじゃないか。広岡達郎、大差で勝っている展開になると失点することが多かった東尾治に対して。3番センター、何が三冠王じゃ、ちゃんちゃらおかしいわ。鶴岡和人、勇退した球団に移籍しようとしていたところを引き止めに来たの村克也に対して。4番ファースト、巨人こそ大被害を受けましたよ。大金を投じ年月をかけて愛情を注いだ選手なんですから。川上哲治、湯口俊彦球史騒動においてのコメント。5番センター、たるんでるからだ、真面目にやれ。能仁渡る、片痛を訴えた権藤博史に対して。6番キャッチャー、何回も言ってるのに同じ失敗ばっかりしやがって、もう腕折れちまえ。野村克也、ノックアウトが続く長谷部康平に対して。7番サード、なんで泣いていたんですかね、私にはわからない。長嶋茂雄、決勝ホームランを放ちお立ち台で涙を流す原辰徳に対して。8番セカンド、鈴木がエースでいる間近鉄の優勝は難しいだろう。三原治、鈴木啓史に対して。9番ピッチャー、これを記念に消えてなくなれ、もう二度と俺の目の前に姿を見せるな。越野千一、プロ初先発で炎上した金森隆博に対して。金森は翌年解雇、昭和はえぐいの、一つも知らなかった、藤本なんて可愛いもんやな。ご視聴ありがとうございました。